口内炎がひどいだけだから。おっぱいもお尻もあそこも全部セットで行こう。では我々の合言葉、一人は皆のために、皆は一人のために、そして裏切り者には死を。いざ出陣。小生のリサーチによれば、1年1組が最も可愛い子が多いのでござる。1年1組って俺のクラスってことは、千代ちゃん、ダメだ、絶対ダメだ。こんな連中に千代ちゃんの裸は見せられないけど、そんなこと言ったら裏切り者にはしよう。どうする、エロスかダナトスか。これさ、どうやって覗くんだよ。いや、残念だね。せっかく女子の裸が見れると思ったのに。まあ今日のところは安心なされい。策は練ってあるでござる。これはテレビ電話機能さよ。このスマホをロープで天窓から吊るし、我々は脱衣所の様子をもう片方のスマホで楽しむのでござる。いやいやいや、まずいよ。さすがの小生も泣いて馬食を切る。見えるか。なあみんな、ほんとやめようって。こんな奴らに千代ちゃんの裸を見られるなんて絶対嫌だ。いっそのことこいつらをこっから突き落として。あれ、千代ちゃんってことは脱衣所にはもう。オーケー、負けたよみんな。そこまでみんなの決意が固いなら俺もとことん付き合うぜ。さ、俺がぶら下げるからお前ら先に見ていいよ。ま、それお主の携帯だし自分でやった方が良いでござるね。ああ、任せとけって。なんせ俺の。え、俺の。おお、よかった、誰もいない。してきた。気をしとる、なんだろ、知ったい。切腹者でござるぞ。ガキとお前、なんで俺のスマホ勝手に使ってんだよ。いいから清志、早く取りに行けよ。見つかっちゃうぞ。なんで俺が。自分のスマホでござる。無事発見。それは頂上、すぐに帰還。ああ、千代ちゃん。誰。俺の恋、青春、高校生活、もうダメだ。俺は変態として罵られ、学校も辞めることになり、世間から後ろ指刺されて一生を過ごすのか。逃げるか。もしかしてまゆみ？先入ってていいって言ったのに。あれ、コンタクトこっちで外しちゃってたから、いろんなとこにぶつかっちゃったよ。千代ちゃんってドキンガン。これはセーフっぽい。千代ちゃんが脱いでる、俺のすぐ後ろで。まゆみ、なんで脱がないの？時間なくなっちゃうよ。なぜ危険が脱ぐでござる。千代ちゃん、早く浴場行ってくれよ。その隙に見れるから。よし、じゃあ行こっか、まゆみ。今行こっかって、まさか。キヨシ殿、地球は我々に特攻魂を見せようというのでござるか。天国。侍でござる。キヨシ一人で行かせるのか。だね、あいつ一人だけいい格好させられねえよね。まあ我々も行くでござる。天国へ。ん、アンドレ殿、頭にカラス。まあまあ、ガクト、お前の股間にもカラスが。って意味わかんないよね。何よ、プリズンとか裏生徒会って。裏生徒会、なんだそれ。ああ、いたいた、シャンプーあったの。あれ、まゆみ？シャンプー取りに戻るって言うから先に入ってたんじゃない？あれ、でも待って、ってことはあなた誰？うん、なんだこのカラスは。誰でござる。ごめんね、間違えちゃった。どうする、どうする。ねえ、誰？意地悪しないで教えて。俺の人生、ここで最終回か。男子が覗きよ。裏生徒会が捕まえて中庭に、みんな集合。え、まだお風呂に。何言ってんだ。
ねえ、あなたも早く。あれ、チオ置いてくよ。待って。ああ、助かった。もう一人はどこだ。もう一人は、のぞきは我々4人だけでござる。そんなわけないだろう。早く行った方が股間のためだ。やっておしまい。よし。